オリジナル〇〇ボーイ、よろしくお願いします。どうも、メッシャのセト、ガイドともちです。はい、はい、ということでですね、はいはい、今回はオリジナル〇〇ボーということなんですけれども、はい、まずね、はい、ハルキがどうしたんだと。そうね、そう、いないね。今日はですね、まあこれからね 3,4 本ちょっとハルキがいない動画がね出るんですけれども、まあそんなことは置いといてですね、はい、オリジナル〇〇ボーとは何ぞやという話でございますけれども、はい、まあ、皆さんコンビニとかで唐揚げ棒食べたことありますよね、多分ね。ありますね。で、唐揚げ棒もそろそろ飽きたなと。ずっと唐揚げ棒は唐揚げ棒なんですよ。ね、棒系のレパートリー少なくなって、それだったら俺たちが新しい〇〇棒を作ってしまおうという企画でございます。なるほど。今回ですね、あの例のごとく新世紀とミレニアムで分かれていくんですけども、いいですか、1で。そうですね、そこはどうなんですか。、ね、本当は個人戦だったんじゃないんですか、今回は。いや、ちょっとね、そうですね。これやばいな、なんかやばいな、やばい気がするな。雰囲気は。ということで、オリジナル。やばいやばい、それは。待って待って待って、おい、お前らだろ。やばい、絶対にお前らだろ。俺今ちゃんとしてただろ、絶対。いや、ちゃんとはしてるんだよ、うん、俺らも。ということで、今回オリジナル〇〇を作っていきます。やっていきましょう。はい、モトチームでーす。今回はハルキがいないんで一人でやっていくんですけど、最初の前振りで唐揚げ棒っていう話題が出たんですけど、僕的にはうまい棒とかのイメージが強かったんですよ。っていうことなんで、なんとか棒を作るためには油で揚げたいと。ということで、まず一つ油、卵、そして小麦粉、そしてパン粉ですね。で、一番大事なところといたしましては、あれ、待って、卵割れてる？はぁ、卵が一つ割れとるがな。なんかベタベタすると思ったら。で、まあ、何を作るかと言いますと、今回僕はなめたけですね。なめたけってわかるかな、みんな。これってちょうどよく汁感もありつつ粘り気もあるから、小麦粉とかと混ぜたら多分まとまりやすいっていう勝手な見解っていうのと、あとはもう味として、まあ濃いから揚げても味はそのまま残るんじゃねえかっていう。まあ、ということで、とりあえずやっていきます。あー、なんか火もマジで、いや、もうデロンデロン割れちゃって、はい、あー怖い。で、まあ大体もうここ目分量、なんつ開け方してんだマジで。どんな出方、パーティー焼きみたいになってる、パン粉が。あー、てかなんで、もう効率悪すぎ。なんで俺平たい皿に入れた。溶いて溶いて溶いて。ということで、もうこの揚げ物のつなぎっていうところが多分できたんで、揚げたことないんで、物俺あかん、そんな硬いことある。なめたけ買った、よし、オッケー、焼いた。まあ、これを入れて、まあ、まとまるだろうという僕の勝手な見解ですね。入れまーす。これも目分量。いや、なんかキモい。いやー、何これ、粉多すぎたか、これは。一人心細すぎる。大失敗の可能性あるぞ、これ。なんだこれは。一回手洗って油当たっ、油引こう。とりあえず油を。こんなもんあればいいかな。ということで、まず油をやっている間に、まあ、こっちは続きをやっていきます、僕は。あ、でもまあ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 、まとまってきている。そしたら、この卵に、ドーン。あーってできるぞ、これ。楽しい。料理って楽しいな、俺。これを何個か作って、まあ、箸にくっと刺したら、唐揚げ棒だ。今思ったけど。これ唐揚げ棒作ってたわ。うまい棒とか言ってたけど。よし、4つ完成しました。揚げまーす。あっ、思った以上に滑っちゃった。いいんじゃない？はい。そして最後、でかいの、ドーン。パッと唐揚げ棒になっちゃってんな。おー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 、見てください見てください、これはもう立派な揚げなんですけど。いや、意外といいんじゃない。よし、これ何作ってんだろう。こいつを一番、おーおおお、はい、じゃあ、はい、じゃあ、ぽいぽいぽいんじゃない。よし、どうですか、どうですか、この唐揚げ棒感。え、いいんじゃね、美味しそうじゃね。では普通にモチチームのオリジナル棒完成です。
はい、ということでね、はい、ミレミニアアフトロピックシーでございます。はい、まあ、2020年にはまあオリンピックが開催されて、まあよりね日本の中でも国際化が進むわけなんですけれども、はいはいはい、ではね、日本食の代表といえば何ですか？お寿司です。その通り、今回は寿司棒を作っていこうと。寿司棒、はい、もう作り方はマジで至ってシンプルでございます。お寿司を買ってきたので、これを半分にカットしてまあこんぐらいの丸いねやつにして、まあ色とりどりのねお寿司をこう棒でぶっ刺して、お終わりです。作っていきます。はい、イクラとかエビ食えねえじゃん。イクラ俺が処理するわ。エビも食えよ。これを半分に切って棒にぶっ刺していきます。よいしょ。こうですか。おあにちゃにちゃにやって、さらにさらにさらに竹串でいきます。いい感じっすね。こぼれないじゃないですか。これ実現不可能ですね。もうシャリがねこう半分あって、ネタがこうかぶさるじゃないですか。でここに串をボーンとぶっ刺すってやり方で今見事安定しております。安定していなかった。安定したと思っていたのは大間違いだった。大間違いだった。でもご飯がボロボロだ。どうすればいいんだ。はい、ということでね、はい、完成いたしましてー、はい、いたしまーす。じゃあまず、はい、新席チームから、はい、見ていきましょう。新席チームいきましょう。はい、どうぞ。こちらでございます。なこりゃ焦げてる焦げてるな。中身は食べて当ててもらった方がいいかな。あ、そういう感じ。そういう感じ。あ、でも全部一緒だよ。いただきます。この大きさじゃないけどな。硬い。なんかね、弾力がある。じゃあ俺も食うわ。あー、お願い。いけ焦げがやばい。なんだろう、うん、味がマジでわかんない。まずくはない。そうなの、まずくはないんだよ。何これ。まあ答えというか、はい、中に入ってるものはこちらでございます。なめたけ。なめたけ。味が全然しなかった。へぇ、これまずなめたけっていうの初めて見た。マジで。あー、美味しいやつ。なんか海苔みたいな味するわ。というものです、僕のものは、はい、まあ俺らがねぶっ潰してやるよ。僕たちが、はい、作ったものは、はい、こちら。何これ、ふざけてんじゃん。おふざけしてるやん。寿司棒を作りたかったんですよ。シャリがまあ崩れる。あー、これもう崩れた跡があります。そう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 、結果これになるっていう。ネタ棒。ネタ棒ね。そうそう。わかるもん、味。味見してください。どう、美味しい。いや、まあ、美味しい。いや、美味しいよ。美味しいけど。美味しい。臭いな、本当に。最後にですね、もちくんの唐揚げ棒一発ギャグでお伺いしたいと思います。はるきのポジションを奪っていくやつ出た。じゃ、それではもちくんのコンビニ一発ギャグまで3、2、1。コンビニ一発ギャグをやらせていただきたいと思います。レジ打ち。ピッ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